俺は起きれたよ今日はちょっと待ってね <laughs> 俺ね昨日7時まで起きてたからで4時半にあの11時半に起きれるように設定して起きたなんでそんなに夜更かししたかってそれはもちろんサッカー見てたからです いやあ、改めてね、自分が日本人だなってつくづく思ったね。スペインに勝っちゃう日本に、俺は心が踊ってしまった。本当に、うわあってなった。ブラボーブラボー見てたうん。すごかったね 昨日は俺も最初スペインがね1点入れてうわ負けたと思ったもう正直もう後半見なくてもいいかなってぐらい思ったでもドイツと全く流れが一緒だったからね、まあ、見てみるかって見てたんだよそしたら入れちゃったんだよあの前半え後半始めらへんにワンさんがとんでもない周到でで俺はうわーってなって そっからもう心が躍ったね「あるぞ日本!」ってそしたら田中さんが入れたんでシュートでシュートじゃなくて、まあ、たまたまだけどそこにいたからうわーってなったねであのボールがなんか出てたみたいなのあったじゃんあのね線からボールがちょっと出てたみたいなだからあの何て言うのゴールキックだみたいなのあったんだけど あれは出てません線からボールは出てるんだけどボールの上の部分の表面が線に重なってるんだよでこのルールでは線がちょっとでも引っかかっていれば大丈夫だからあれはあの誤信じゃないですはい知らんくせにいや知ってますよサッカーは まあ知ってるっていうかまあ小学校の頃ぐらいなんだけどあのねあれでなんて言うんだろうなんとか、v、VR みたいなやつあるじゃんあれで入ったからねもう来た時に「おー!」って「入った!」って誰もがもうこれ正直言うとさもう出てるなと思ったでしょ俺は出てないと思ってたうわ出たってみんな思って「うわこれ絶対入らないじゃん」って思ったでしょ 俺はもうこれは出てないって思った。うん。間違いなく。で入ったから、俺このホテルで、ちっちゃく叫んだ。よしで、今回のサッカーの MVP は、俺はね、前田タイソンだと思ってる。あの、頭坊主のね、スキンヘッドの人。スキンヘッドっていうか坊主の人ね。 あの人が頑張ったと俺は思ってるよ。いやもちろんね、三笘三笘三笘だと思うんだけど、すごかったと思うけど、前田大尊のプ,プレスねプレス、プレスみたいな、プレッシャーみたいな。あれずっと走りっぱなしでやってたからね、ゴールは入れてないけど、立役者だと俺は思ってるよ。うん、あ三笘だ、それだ。 確かに三笘さんもね、すごい早かったし、守備もちゃんと戻ってて、攻撃もね、活かして、パス出してねあのて、決定的なパスも出したりとかして、すごかったんだけど、俺は今回は前田大孫がよく頑張ったなって思う。ずっと走ってたんだから。そこをね、すごいなと思って、俺は。知らない前田大孫。前田大孫が前に出てね、 プレッシャーをかけるから、相手がね、ちょっとミスすることが多々あったからね。プレッシャーで。どうでもいいから炎上ニュースやれよ。いいじゃん、サッカーの話ぐらいさせてよ。ダメなの。ま、とりあえず、日本、おめでとうございます。トーナメント、決勝トーナメントに出れるんでね。もうぜひとも応援します。12月の6日。 クロ,ク,ロクロリチアクロ、クロリチア、クロチアリア。うん。ヘ、えー、バルサッカーランキング、えドイツの、えー、次に強い、えー、サッカーなん、サッカーのねチームなんだけど、応援します。クロ,クロチ,チ,チ,チア、クロチラチラ、クロチ,チアワ、 クロアチアです。いやしびれたね。あのー、本当にみんなもう一回言う。俺はつくづく日本人だなって思いました。サッカーって正直まあ興味がないのは嘘だけどでもそんなにねゴール入れたらおおゴール入れたんぐらいの感じだったんだけど。 今回改めて見るとさ、やっぱゴール入れて、すごい喜んでたから、ああ、俺は、やっぱ根っから日本人だなって思いましたね。はい。サッカー興味がない人でも興奮したんじゃない嘘だろっなったと思うよ。ね。でやりますか、今日も。盛り上げ猫さんありがとう。 で俺が何が好きかっていうと、まあその、大どんでん返しでサッカー勝つじゃん。それと TikTok とか Twitter、YouTube に海外の反応が出るのね。それを見るのが好きなんだよ。それを見ながらご飯食うのが一番うまい。あまさかスペインを倒す、まさかドイツを倒すっていうね。それを見るのが、だけがもう俺は楽しみで仕方ないね、毎日が。長いじゃあやります、じゃあ。はい。 海外の反応どうだったえなんかドイツバカにしている画像がよく投稿されてたね。うん、な,なん,でんでドイツ叩かれてるのなんか知らんけど。かわいそうに。ドイツもね、コストリカにね、勝ったけどね、やっぱ日本が勝っちゃったから、ね、まあ、決勝トーナメントいけなかったけど。どうでもいいあ、そうですか。じゃあやりますか。おはようございます ニュースキャスターの終わりですこの放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれを知れる放送となっているので知りたい方は見てってください。 注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントはやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報で正しい情報。間違っていたら知ってください。これは、みんなで作っていく放送枠なので、 じゃあやっていきたいと思います。ふわっち大炎上ニュースです。おざいまーすありがとうございます。じゃあ早速、昨日何があったのか、えー、まとめてね、紹介していきます。じゃあまず一つ目から、はい、えー、皆さん、なんとですね、 朗報です。はい。あの、伝説の配信者が、もう、出てきます。新しくツイートなされました。それがこれです。パチンコカッターのパチンコ、えー、トータル、10万勝ちです、はい。で、今日もパチンコ配信行ってきます。財布に、とりあえず、 5万5,000円あるんでねこれを頑張って増やしていきますで昨日ね本当にもしいことにねリア突者が来たんだよ養分ので俺にまで来てくれてロナミしいとあのお小遣いもらいました だから本当助かります。ありがとうございます。俺みたいなやつにもお小遣いくれて、本当可愛かった。だから俺、改めてここで、ありがとうございます。普通ねあの、養分でいいやってなるじゃん。でも、養分リスナーだけど、まあ、パルちゃんもよく養分で遊んでるから、ぐらい多分やってくれたんだと思う。ありがとう。それはややいやらしいから、いくらかは言わないけど。 はい、いうことです。じゃあ、えー、話戻しまして、あの配信者が、もうそろそろ、戻っていきます。こんなツイートがなされました。はい。それがこれです。あ、ちなみにね、さっきー、出てるみたいな話があるんですけど、出てません。 上から見ると、ギリギリね、玉の上の表面が線にかかってるんですよ。まあ、み、みたいな通り。こう出てる出てるって言うんだけど、線にちょっとでもで入っていればセーフなんです。これは、出てませんいいかで、あの、誤作動だっていう話もあるんだよ。 VAR が前田の頭で誤作動した説は面白すぎるという説もあります。前田タイソンっていう方が坊主なんですよ。で、ボールとボールが間違ったみたいな説も出てます。あ、どうでもいいいや、俺話したいんだよ、サッカーの話。ねダメなのわかりましたよ。 あだい大前っていうのたタイソンだと思ってた。で、えー、この方が戻ってきます、皆さん。それが、今月、福岡刑務所から刑期満了に伴い出所します。出所後のご連絡、LINE まで。LINE は固定ツイート参照ということで、なんと今月、12月、ゆいがさんが 出所します来ますよ、来ますよ、伝説の配信者、原結也。これはいつなんだいつの X デーなんだはい。だから俺は理想、確かにリス,ナーリスナーさんの言う通りなんだけど、12月13日に出てきてほしいなと思う。ね。まあそんなうまくいかないと思うけど。 1213先輩って言われてるからねあだ名でイガさんはこれはねなんでツイートできてるのっていうと代理人ですイガ、はい、さんのツイッターをイガさんが頼んで多分パスワード教えてねログインさせてイガさんの言葉をそのままツイッターで報告させてるんだと思う はい、で、ゆいがさん何に捕まったかっていうと、薬らしいからね。薬です。はい。まあ、薬に手出さないように。じゃあ、次いきます。チキータバナナね。そう。草薬ブーツですよ。わかりません薬ブーツ。わかるじゃん。じゃあ、次が、えー、やっていきたいと思います。 次が、なんと、とある配信者がコロナになりました。残念ながら。だから、直ちにこの配信者と会った人は、えー、検査しに行ってください。それがこの方です。あ、その前にね、あの、本チキ投げ下ちゃんが、 土曜日からガールズバーで働くことになりました。はい。これはなんて思うの武蔵の層でいいのこれは。合ってるこれ読めないんだよ、俺。武器子の層でいいのこれは。向こうの層向こうの層でガールズバーやる予定です。まあ、宣伝じゃないけどね、頼まれてもないし。頑張ってください。 えー、ガールズバーで働きますよ皆さんで、まあ、また小ネタなんですけどカレンがね綺麗になってる件について、はい、本気で今ねシンガーソングライターとしてね頑張っていくつもりで、あのー、ライブもねやるつもりで今本気で活動してます、えー、ミニアルバム制作報告マイナス10キロ達成あと15キロ痩せる っていう感じでで綺麗になってますええー、カレン綺麗になったよねこれ痩せたよねしかも加工いやいや俺分かるんだよ加工じゃないってカレンはね加工できる女じゃないようんだからこれは普通に痩せたねあと化粧ではいだ頑張ってほしいよ 加工ってことはお前らはこれ綺麗だと思ってるわけだ。加工だとしても。ねあ可愛い,いじゃんって思ったでしょ。カレン応援してる俺は。ってことですよ。ゼリーかえ、ゼリーじゃないです。全然関係ないです。あの、カレンは、あの、今歌も出してるからね、歌ってみたで、悪魔の子歌ってます。 進撃の巨人のエンディング。うん。で、歌が上手いんですよ、やっぱり。あのー、そういうステージに立っててね、歌ってたりとか、ボーカルしてたから、やっぱ歌唱力は高い。だから、元カノでもあるから、俺はね、頑張ってほしいなって思ってる。だからみんな応援してあげてください、ちょっと。頼まれたかまあ、ぶっちゃけ頼まれてる。はい。全然あの、 で、宣伝してくださいって言ったら、俺は宣伝するよ。全然します。で、えぇ、ー、話戻すんですけど、とある配信者がコロナです。皆さん気をつけて、会った方いるんだったら、あの、検査しに行ってください。それがこの方です。えーあ、これか。 ユリアです。コロナになったということで、えー、どっかの放送サイトで報告しました。LINE ラ,ライブだね、これだもん。LINE ラ,ライブって書いてるから。どうでもいいバカ野郎、お前。どうでもよくないんでこれに関しては。だって、ユリアが病気になったら、そのユリアに会った配信者とか、ユリアと絡んだ人は、え、私大丈夫かな僕大丈夫かなって思うわけじゃん。 ね、その心配をさせないために俺は今やってるんで。電車乗ってるいや怖いよね。で、一応自分の放送枠で確かなソース出したらしいです。それがこれですね。ねユリアの放送枠にて。陽性でしたと。放送じゃないなこれ。インスタか陽性でしたとツイートしてます。 LINE かこれ。2021年の12月1日、陽性でした。これによってユリアがコロナ感染してるんで、皆さん気をつけてください。ユリア陽性なの陽性です。ええ。太陽の陽と、ね、性的な性で陽性です。OK? はい。 じゃあ、そういうことでユリア陽性となりました。じゃ、次行きます。え、次が、あ、解決しそうです、皆さん。まあ、昨日ね、弁護士祭りやったんですけど、その弁護士の一人が、えー、なんと、解決しそうと、えー、ポジティブなツイートがなされました。それがこの方です。 おはようございます。みさままです。弁護士さんに進展を口止めされていたので黙っていましたが、解決しそうですと。年内に名義変更が終わればですが、あと子供にママにもう傷つい,いてほしくないから配信してもいいけど、まあ見たく、たまにカラオケ配信だけとかにして、などはっきり昨日伝えてもらいましたということです。 とりあえず、この名義変更がちゃんとできれば多分、もう終わりになるっぽいね、流れとして。はい。だから、和藤さんは、名義変更を急がなきゃいけない。みやびが仲裁に入っただけでそう。みやびくんとみさまがなんか話したらしいからね。でもまあ、これがもし名義変更できなくて、その年内にやらなかった場合は、もう徹底的にやるだろうね。 あの、言い分通るから、ね、最終通告しましたよと。問答無用で追い出されそうだけど。で、なんで宮尾くんがこんな必死かっていうと、あの、忘年会、宮尾くん主催の忘年会があるんだよ。その家、その場所が和藤さんの家なんだよ。だからどうしても、その忘年会やりたいから、ね。だから死守してる。 はい。で、あのー、3000取られるらしいからね。だから多分必死なんだと思うよ。なんか俺の配信サイト見つけたって言ってね、なんか報告してたよ、ツイッターで。ケツとチンコ出して、ニコ生でモザイク機能があるんだよ。それをや,やりながらなんか枠やってたよ。タトゥー出しながら。行かれてました。 忘年会どうでもいい,いや忘年会楽しみだけどねどうなるかあのメンツで、うん、俺はもう喧嘩がもが絶えないと思うよあのねやっぱ誰かが誰かをバカにするという流れは絶対あると思うからで配信者で無駄にバカにされるとプライドが高いからそこにフッシャーってなって喧嘩になると思う だからまあ、そういう流れかなと思ってるよ。で、最終的には警察沙汰になって家が燃えるみたいな。ああ、それ言い過ぎか。まあ、警察沙汰になるんじゃないかなと思ってるよ。えー、フッシャーって、だからもう怒りがフッシャーってなる。怖いよね。あのメンツが集まったらマジ火事になりかねないよ。ああ、どうするのあんだけ集めて。 マジ、行かれてるやつが一人でもいたらさ、火に、家に火つけたりとか。あはい。はい。あ一1時までに。すいません、延長ではい。あちなみに、今日一泊いくらですかええ。はい、すいません。<coughs> いくらだろう。はい。 わかりました。あの、連泊ってできますか、はい、ますあ、わかりました。ありがとうございます。あの、まあ、とりあえず延長で。ええ。あ、すいません。はい、お願いします。1万1000か。だからもうパチンコ買ってくるみたいな流れじゃないと、ちょっと払えないな。どうする連泊するかしないか。 高いなぁ。洋文はね、今日は、あの、彼女さんの家の引っ越しの手伝いがあるから、俺が行ったら邪魔じゃん。だから俺邪魔できないから、とりあえず、ホテルにいる今日は。うん。ね邪魔したくないもん。で、なんで1万1000円払わないのって言うけど、5万4000円あるんだよ。5万5000円か。この金の軍資金減らしたくない。 正直言うとだからやだねはいだから俺の考えは軍資金を増やしてホテル泊まりたいって考えなんでアホなの俺アホなのかな、まあ、そんな感じでちょっとあのミサママが話戻すけど まあ年内に名義変更が終わ,終われば解決しそうということです。ツイッターにて。はい。じゃあ次いきます。え次がゼロワンさんですね。ゼロワンさんがなんと11月の、えー、収入を公開しました。まあ、トップクラスの稼ぎ頭であるフワッチで、その方が公開です。フワッチで稼いだ額を。 えー、公開するとは思わなかったけど金額はこれですあびっくりこくよこれ341万3381円です だから一月に三に340万稼いでるってことだよ。すごいね。俺こんな金額見たことないよ、マジで。ええげつない。まあでも、ランキング1位じゃないけど、2位だったもんね、マンスリーとか。そのメガホン祭りとかあったし。まあそれ以上増えてたとしても、多分、 370万ぐらいじゃないかなと思うけど。<laughs> ええー。だからこれ、時給いくらなんだろうええー。まあ、ちょっとわかんないけど、まあ、月収が300万で340万。はい。まあ、皆さん、リスナーさん、僕もね、いつも助けられてます。アイテムありがとうええー。アントニーもリスナーさんのおかげですよ。 で、さらにね、01さん、暴露がされました。二人、暴露されました。まず一人目が、ちゃんみきちゃんです。はい。なんと、ちゃんみきちゃんが01を家に泊めたときに、エッチしたことを暴露。えー。ゼロワ01 暴露がありました内容、あ、誰っていうのは、一番分かりやすいのは、あの、キャリーちゃんと一緒にいた女の子。で、えー、前田大仙じゃないな、誰だっけ、えー。誰だっけ、あの子。小沢かうん、矢沢だ。うん。矢沢。矢沢ちゃんともめた子だ。 エッチしたことが昨日ちゃんみきちゃんがあの天然さんと政治の枠で暴露したん、ねはい、で内容はええー、まあエッチしたとで整理中だった時にや,らやったという風うな暴露をしました事細かくにゼロワンろうだったりとかちんちんの話だったりとか、まあ、気色悪い話をしてました これに関してはゼロワンは真っ向に否定してます、はい、やってないと何を言ってるんだと、はい、真っ向否定なのでこれに関しては事実が不明です、えー、酔っ払ってな勝手に言ってるだけだろうということらしいですはい さらにねもう一人暴露なされましたこれはイキリストの枠だねそれがこの子この方ですねイキリスト枠にてあ一応バレるとね厄介なんで名前隠し,しますねちょっと <laughs> こんにちは情報提供です 朝の5時頃、イキリスト君の枠で、ミヒロという女性配信者が泣いてました。ゼロワンさんとオフポコしたのを、ゼロワンさんに口止めされていたのが辛かったようです。あと、ちゃんみきととものオフポコしていたのも、口止めしていたようです。と。来ました。ミヒロちゃんっていう女の子。それが、あの子ですね。あのー、ベトナム人だっけタイ人だっけ 外国の18歳の女の子。その子に対して手を出したことがイキリスト枠で報告なされました。暴露で。あ、情報元はちょっと言えない。俺は守らなきゃいけない。その情報を言った人のな、配信者なんだけどえ、守らなきゃいけないんでね。これはあえて隠します。誰かは。はい。 見えてる見えてないだろ、マガダスさん。あマガダスさんじゃないよ。うん。まあ、そんな感じで、ゼロア案が昨日2回に続いて、2回とも暴露されたと。ちゃんみきちゃんと生理中にセックス。で、みひろちゃんっていう18歳の女の子とセックス。 ししたたことが報告なされました、ね、ええー、これに関してはゼロワンがみひろちゃんのことに関してはちょっと俺触れてたのかちょっと見てないんやちょっとそこら辺不明です正直触れてたかどうかはええー、で俺はこれに関して別にエッティしたことが何が悪いのと思うけどねうんねえ オフパコぐらいさ、やってるでしょ、配信者。俺はやってないけどね。やれ、やってくれる人いないし。パチンコしかやってません、俺は。はい。いや、みひろちゃんの電話知らないんだよ。社長をかばう部下。いや俺はゼロワンが、ちゃんみきちゃんとエッチしたなんて、俺は やってないと思うよねそんなに完全否定してるんだからやってないと思う忖度しちゃうか予想だけど忖度のパルじゃあみんなやったと思うのゼロワンがあの硬派な男がね やると思うかい一応ゴムつけてやったらしいけどちゃんみきちゃんとはね病気が怖いみたいな話でやってるだろうまあ正直まあやってるかやってないかってやれると部下である俺からの立場だとやってないって言わなきゃいけないんだけどさまあ やってるかどうかっていうのはねちょっと難しいけどええーまあ、完全にだってまあ仮にオフパコしてたとして何も問題ないでしょうオフパコはねそのだからどう言えてやってんだかなええー 川上ちゃんもやったって言ってる本当にそれは嘘でしょ。嘘言わない。それは聞いてないよ、俺。はい。はっきり言わん、いいだろうまあ、やってるかやってないかって言うと、俺の個人の予想で言うと、うん。やってるかやってないかって言うと、うん、いや、ほんと難しいよね。やってたらやったって言いそうな人だからな。 でも完全否定だから、これはちょっとどうなんだろう。でも、ヨウン曰く、ちゃんみきちゃんは嘘言わないよって。悪くもよくも嘘言わない子って言ってた。だから、本当かもしれないし、本当じゃないかもしれないっていう状態だよ。うん。まあでも、一緒にたまってるから、ムラムラしたら止まんないっていうのも男の坂だしね。 難しいよね、めちゃくちゃ。ちょっとお腹痛い、えめちゃくちゃ。急に。で、だろはなんで隠すんだろうね。もし彼にやってたとして。隠す必要性ないのにね。恥なんかな、ちゃんみきちゃんとやったことは。ね、俺、可愛い子とか、エッチした子全然自慢できるけどやったってね。うん、全然やるよ。 ええー、まあ別にあえて言わないけどね、そんなのは。やったとかね。はい。っていうことです。まあ、とりあえず01さん、とりあえずクの2人なされました。みひろちゃんと、はるいて、ちゃんみきちゃんです。オフ箱したらしいです。01さんのポイント340万の11月の稼ぎでした。 じゃ次行きます。なんでこんな腹痛いんだ。やばいわ。ヤクルト飲んだからいきなり。行って、マジで。かんかトイレ行きたいデブじゃ次行きます。いや、放送中にトイレ行ったら閲覧下がるし、盛り下がるから絶対行けない。我慢する。これは我慢できるか。もう漏らしてもいいよ。 えー、次がね、えー、あ、これですね。なんと、あの配信者がこんなツイートをなされました。恋愛事情ですね。えー、これです。あ、ちなみにね、クロバのヘバランキング、えー、皆さん、ドイツとスペインに勝ったんじゃないですか、日本。 ィバ,バランキングのランキング見たら昨日勝ったスペイン7位でドイツに勝ったやつ11位なんですよでクロアチアが12位です勝ちますこれベスト4ありますランキングで見るとあるよ全然あるからまたサッカーかいいじゃんサッカーぐらい語らせてよ だから日本勝ってほしいわ。ベスト8の、あ,あ、そうか、ごめん。ベスト8でした。はい。どうでもいい。あ、そうですか。でもこれ勝ってもなんか、ブラジルが来るみたいな話があるんだよ。大丈夫かなめちゃくちゃ強いから、ブラジルは。日本は24位です。はい。じゃ話戻しまして、あの、あの、女性配信者が恋愛事情を ツイートしてました。それがこの方です。えみたろうちゃんです。別れたいとツイートしました。ええ、ちょ、ルイーさんに電話します、ここは。別れたいらしいです。ちょ、鳴らしてね、電話するわ。 出るかなルイさんいつも電話してきてくださいよって言ってくれるからね。かけるかじゃあ。ルイさんに知らせてあげるよ、これ別れたいらしいよって。 出ないからいいや。じゃあ次のニュース行きます。次も電話しなきゃいけないんだよ。あのね、怒ってる方がいてさ、なんで電話してこないの損卓だって切れてる方がいるんで、ちょっと、その電話もしなきゃいけないんで、ちょっとやりますね。とある配信者が謝罪です。あ、その前にナイスください、皆さん !500 ナイス、中盤ナイス中継です。まだあの、本タイトルではないんですが、 ナイス欲しいです、ちょっと。お願いします、リスナーさん。えー、えー、えー、ええー、え。ダメですか押してほしい。政治に電話って、あの、言っておくけど、政治にブロックされてるんだよ。電話のクソもないよ。なめやがったあのやろ。<laughs> あの野郎だけほんと舐めやがって。やだよええー、押してほしいよ。だって、炎上ニュースさ、毎日見に来てくれてるわけじゃん。それをちょっと押してあげようってう心の持ち主いないの。俺何のためにやってるのイベントも出ないでさ。ナイスだけが俺の、ね収入源みたいなもんなんで今。パチンコと。 他の配信者よりは、リスナーを大事にしてると思うけどね。押したよ、ありがとう。ダメなの。押してあげようってう心に優しい持ち主は。4000人いるんだよ。4000人。お前4000ってさ、とんでもない数字だからね、言っておくけど。その中の状態で、内容がスカスカって、 勘弁してこむるぜ。昨日したよ。今日もして。うん、何その態度お前がその態度なんだよ、お前。別にお前なんていらないんだぞ。ブロック入れたもんいいんだぞ、別に。お前なんて破門してもいいんだよ、こっちは。おい、ガギー。お前を破門してもいいんだぞ。その態度だったら。<laughs> ダめじゃねえぞ、俺やる。 あと58人ですね。なんかあったよ。じゃあもう460。こっから、もう値下げするわ。500から460人。そっからもうやります。ちょっと。もうなんで毎回大値下げしなきゃいけないのこれ。安いよ、安いよ、本当に。安すぎるよ。じゃあやります。え、とある配信者が、 謝罪です。はい。えー、この方が謝罪しました。あ、その前にね、あの、ふ、二人ほど、引っ越しです。引っ越しブームだね。養分も、引っ越し。で、機長さんも、引っ越し。はい。新しい新居公開してました。えー、どれだっけ、新居。 機長さんのスクショ。あ、これか。これな。この家に新居、引っ越し。さらに、ルンルンちゃんも引っ越しです。なになんでこんな引っ越し多いの今日、配信者。で、キャリーちゃんも今、引っ越し考えてるからね。やっぱ、冬ぐらいになると、引っ越し多くなるのかな。えー、今、引っ越しブームです。でも、引っ越しのイメージって、春ぐらいだ,だよね、俺の中で。 うなんでこんな人にこいないのかなって思うんだよ。なんでわかんないな。まあ、いっか。まあ、そんな感じで、今、配信者の中で引っ越しブームとなってます。じゃあ、えー、話戻しまして、とある配信者が謝罪です。それがこの方ですね。 えー、頭全一くんです、まあ、この度の発端を作ってしまった私ねっ大介全一は本当に迷惑をかけましたリスナーさんの皆さん栗さんすいませんでしたと頭を下げて謝罪しましたはい全然寒くない ファンタ来た本当にえ、見てなかった今。え、来てないけど。嘘つくなよ、お前。ちょっとあの、ファンタってコメント一つだから、無視したけど、二つ目は見,見逃せないなと思って見たけど。ちょっと期待しちゃったわ。やめてよ、嘘つくの。何の謝罪これはね、まあ、お自分の、クズさに対して謝罪してた。金をね、まあ、借りているクリさんとか。 そういう部分で自分が全部悪いですと。金もないでパチンコ打っちゃったりとかしてて、すいませんって謝ってました。今回できた流れとしての一連が、あの、善月君は悪かったと。ふかふかは、ふかふか、ふかふかとね、頭下げてすいませんって言,言ってたんですよ。ただし、許せない人が一人だけいます。それがパンコさんです。はい。 毎回毎回粘着していきやがってと。パンコさんに対しては、全一くんが対応していくらしいです。毎回自惑でね、こうやって善逸を嘘つきクソやろうと言われてて腹立つということらしくて。で、パンコさんに昨日ね、放送内で怒りの内容を言われたらしくて、俺に対して。忖度するな、電話しろって言われました。 パンコさんになのでちょっとパンコさんに電話したいと思いますはい電話してこいって言われたあの昼の放送のパチンコも行かずに出てやるよということらしいんでパンコさんにかけますふけたなこれは何のやつかなこれ多分ツバニアの時の写真じゃない いたパンコさん、これかでもこのパンコさんにかけるよりさちゃんに繋がるんだよね、なぜか知らんけどなに<何>あパンコさん違いますあっさちゃんやっぱおかしいよねパンコさんにかけたんで今 どうなってるのじゃあ凪沙ちゃんの方をかけたらパンコさん繋がるのかなじゃあ凪沙ちゃんにかけるわこっち凪沙ちゃんおかしいな パンコさん違いますえそうだろうどパンコさんにつながらないんだけど絶対にぎさちゃんが出てくるどれがどれが本物なのこれはパンコさんつながパンコさんあの繋ながりませんちょっとぎさちゃんにしか 電話したくても出てくれないですちょっとうんまあ仕方ないねこれだったら繋がらないならねだからだからパンコさんに電話してもちさんに繋がるから多分サちゃんがパンコさんのラインを多分握ってるんだと思ううん パンコさんど、いや、ID 調べても何もこれ一緒なんだよ。パンコとなぎさで。で、パンコさんからなんか DM 来て、なんか LINE 交換したもん、俺。で、パンコとなぎさがあるもん。なのになぎさちゃんの方になるもん。おかしいよねそんなこと、いや、わかんない。これはどういうことなのうん。謎です。 管理されてるかもねちょっとあのパンコさんんん連絡がでできないんですいすません、まあ、とりあえず善一君は昨日謝罪をしたとクリーさんリスナーさんにねただパンコさんに関してはとてつもなく許せないとはい、まあ、内容としてはしつこいことともうやってることなすことがもひどいということらしく、えー、今後はスケロくちゃんが対応するんじゃなくて パンコさんが善、えー、一くんが対応してあの、まあ、警察などにあ裁判などなんか弁護士など相談していくらしいです、はい、あちなみに善一くんが DV 疑惑が立ってたんですよで DV はしてないよとなったんですけど自分の性癖を、まあ、暴露しました内容としては ビンタと首締めプレイをやってるらしいです。全イくん。つける口ちゃい相手に。もしそれが DV 扱いになってるんだったらすいませんっていうことらしいです。全イくん、エッチだね。うん。このド変態。全イくんが、あの全イくんが首締めとビンタって、どういう感じやるのかな なんか怖いよね、なんか。想像がつかないからさ、逆に怖く感じるね。パチン叩いて、ピン出してね。で、首締めて。おいどうだ気持ちいいかって言うんかなついつくん。イメージないな全然。パチン、ぐ、俺苦しいか、この野郎、つっ,って。やるイメージなんかななんか無言でやってそう、なんか。 イメージ的にスケロクちゃんに対して俺首絞めプレーしたことないよ悪いけどビンタもほんとないうんノーマルですあぶノーマルではないね俺はねあブーちゃんにもしてたんだじゃあ S なんかなやっぱさ静かなる人間に対してうちなる暴力があるんだよ だからセックスにそれ解,解放すんじゃないスーパーサイヤ人みたいに。ね穏やかだけど。はあシッ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 。そういう感じでしょ流れは。<laughs> どうでもいいか。じゃ、とりあえず善一くんの件でした。善一くんとりあえず謝罪しましたということですね。 じゃあ、えー、今回の本タイトルかなええー、とある配信者がバンですはいバンになった人はと前に皆さんナイスお願いしますええー、700ナイスお願いしますあ花火ありがとうあしーちゃんありがとね話したくね うん。あ、エッチだね、それ。画像がエッチだ。700ナイス。いや、もうね、1000ナイスは無理だし、なんかランキングもすごいもん、ナイスの。俺、誰と争えばいいのこのナイスランキングは。えー、俺りするイルミネーション。えー、ありがとう、総さん。すいません。いいんですか俺みたいな、カスに、アイテム。 すいません。えー、一応ランキングがあ、01?01 との差が221。いや、行きたいね、これ。まあ、700ナイスか。なんか部下が社長抜くのも良くないしな。700ナイス、お願いします。105人の方。 あ、でも関吉江さんが抜いちゃうか。早くやれよ。お前、ブロック入れようか。俺に指示するんじゃねえよ。誰に口聞いたんだか、かギ。アラあら、見上げやすい、イルミネーション。ああ、もう、ほわちゃん、ありがとう。すいません。あ昨日はありがとう。え昨日の方ですかいや、こちらこそもう頭、上があ、下がりま、ほんと上がりません、ちょっと。 俺みたいなカスに本当にありがとうございます本当助かりました昨日の負け分が遊べたって感じなんでほんとすいません本当に頭ほんと下げますえー、あーみーちゃんありがとういや頭下げるでしょありがとうございますって じゃあ650でいいですもん。なんでもサービスしなきゃいけないの。650で誰が番になったか言います。あ当たりボーナスありがとう。誰だろう。あプラさんありがとう。プラさんね。特別サービスですよもう。今日は大安売り。650ナイスです。ありがとうございます。じゃあいきます。 とある配信者がバンその人がこの方です森ですふわっち一日番になりました タッカは実況できません。楽しみにしてくれ、してくれた方すみません。アカウント規制のお知らせ。2022年12月1日、えー、6時48分。12月1日の停止された配信において、利用規約に反する行為、第三者の権利を侵害する配信。著作権侵害や、著作権、ん えー、傍受妨害などあったため、アカウント規制いたします。スーツのキングさんありがとう規制が解除されるまで全ての機能がご利用いただけませんっていうことで。今日12月の2日なんで、えー、まだね、晩中です。ただ、夕方の6時48分に解除されるってことになりました。はい。なので、よっさん、晩です。多分内容は、総価学会をボロクソディスっていた、動画を出していた、 やつで番になったんじゃないかと思われます。皆さん、宗教は、ね、やるのは自由。そして、批判することは誰も、ね、止めれない。俺はよっさんがやったことは、正しいことだと思ってる。その、創価学会を言うわけじゃないよ。ね、言論の自由があるじゃん。ね、俺は、創価学会をたた、 ね、対して戦う予さの姿勢好き、嫌いじゃないね。ええー、嫌い。いや、批判してないよ。じゃあなんでこれバンになったのあ、あれかな。総合学会を、の動画もなんか、養分の話聞いたけど、それをなんか出してたらしいんだって。その著作権の問題かじゃ。ね。でも、妨害してるって書いてるんだよ。 だから、やっぱ、総合学会に対してのなんか発言の妨害あったんじゃない批判してないって言っても。してるんだよ、きっと。妨害って書いてたよ、なんか。うん。妨害って。妨害したんだよ。まあ、でも一日バンダが良かったじゃん。ね。あ、そうか、YouTube 厳しいもんね。うん。YouTube って動画を貼り付けてやると、 ダメなんだよ。超厳しい。音楽とか流せるんだけどね、なぜか動画はダメなんだよ。意味がわからん。<laughs> っていうことですね。え、花火来たぞー花火ビンビンありがとう花火ビンビン花火ビンビンありがとうございます。 B さんありがとう。C ちゃんもありがとうね。っていうことですね。まあそんな感じで今日のふわっち大炎上ニュースでした。ありがとうすはい。まあそんな感じで今日の炎上のニュースでした。この後はちょっとあの、 パチンコ配信してきます。で今日曜日いないから引っ越しの作業で。あさちゃんありがとう。ありがとうございます。1時なんでね。ちょっと準備していきたいと思います。とりあえず。どうしよっかな。あ、その前で炎上ニュースのまとめしなきゃ。ルイーさん電話してた嘘。来てないよ別に。電話。あ、来てるわ。 行くってコメントしてた本当にしてないでしょえっ行くって言ってたいや引っ越しのやつだからあもしもし軽井さんすみません本当に僕電話かけてもらう5秒前まで見てたんですよあ,あそうなんだ パルパルさんがあのお腹痛いお腹痛いヤクルトのせいかなって言ったところまでちょうど見てたんですけどバッカーごめんおくタイミングずれちゃったねすみませんすみませんいや本当とルイさんはいサッカーおめでとうございますありがとうございます一生懸命走ってあのサイドバック一生懸命走ってセンタリング上げてあの田中大選手が決めてくれてすごいありがたいです で、ね、ルイさんみた太郎ちゃんが「別れたい」ってツイートしてたよはい、はい、別れるのもう昨日一緒にあのーうん、あれなんですよ熱海の旅館に行ったんですけどあよかったええー、そうなんだ、はい、もうずっとケンカばっかりでええー、はいで、うん、もうずっとケンカばっかりもう終わりかなってうんで別れたいっていうぼやきだったんだはいで一回やっぱり、うん、あのー 旅館なんでと一緒の布団で寝てたらどちらかが指と指がやしたらどっっちちかがパンツ脱ぎ始まゃああああよかった仲直りしたのねえっちはしたんですけどまあ今朝もあんまりぎくしゃくしてますけどそっかでもおめでとう本当に元気にねうんありがとうありがとうさあ行くぞ こらえてやれんの勝っていいねやっぱり、ね、喧嘩した後はセックスだよお前お喧嘩したセックスこれは間違いないよええー、セックスだぞじゃあまとめますふわっち大炎上ニュースまとめの前にナイスお願いします えー、700ナイス。終わりなんでね。あと23人押してください。いいですか ?23 人。だ養分いけないんだって、引っ越しで。だから俺は今日養分迎えに行かないよ。そのまま行くよ、俺は。仮面してよーあー、700あります。早いな。くそー、もうちょっとね。あ、800ナイスにしときゃよかったわ。 650のままだと思ってた。結構いったね。ふわっち大炎上ニュース。まとめ。え、貴重さん、新居公開。ルンルンちゃん、引っ越す予定。キャリーちゃん、引っ越す予定。えー、ヨー伊藤さん、え、現在、引っ越ししてます。よっさんバン。ヨッサ一日バン。総合学会の動画を流したため、バンになった可能性があり。 01、暴露される。ちゃんみきちゃんとエッチしたことが判明した。01、それを全力否定。で、えー、ちゃんみきちゃんは生理中にやったと暴露で。さらにイキリストの枠で、みひろちゃんが暴露。オフパコしたことを暴露。口止めされたからって言ってたらしいです。はい、涙ながら告白してました。01、11月頃に稼いで学を公開。 万ですパンコさん、えー、善逸くん謝罪。えー、クリーさん、リスナーさんに対して頭を下げる。クズですいませんということで。パンコさんに対しては許せないと。粘着ばっかりしやがってと。警察、裁判など相談していく。対応していくとことらしいです。はい、今後は、スケロクちゃんじゃなくて善逸くんがやっていくらしいですね。 ゆいがさん、今月、えー、出所予定、はい。ツイートしてます。えみたろうちゃん、別れたいとツイート。その後、ルイさんと仲直りエッチドンチキなぎさちゃん、ガールズバーで働く予定。今日働くらしいです。カレンが、えー、ミニアルバム制作中、そして綺麗になってる件。ツイッター見たら綺麗になってました。ミサマは、えー、年内、えー、解決しそうとツイート。 名義変更すれば解決しそう。